全国1億5000万のフリースタイルサップコンテストの興奮が収まらない皆さん、こんにちは。そんな最中でも妙な小ネタばかり上げててすみません、バンゾンです。こうなりゃ小ネタノンストップ。今回も未完成ながら全世界初挑戦、サップドラマバンゾンと名乗りながらフリースタイルサップに傾倒してしまった、こんなやつだからこそこいつでしかやれない世界唯一無二の究極のコラボトリック、フリースタイルサップドラム。トリック名はおおジミー。そもそもフリースタイルサップしながらドラム叩けんのって話もありましょうが、まだ世界初の実験的挑戦でもあったので、今回は本物のドラムは使わず、ダイソーで話題となったおもちゃのドラムを太鼓の数を少し減らしてセッティング、ノーズリフトしながらのドラミング。 Let's try。はい、ここだけやって惜しい。いや、でもすごいよね。すごいよ。すごいと思いません？すごいよ。すごいけど地味。地味。はい、正直これでできたと言えるのですが、未完成でも世界初挑戦した心意気を優先したってわけですが、たるままの言う通りジミーですので、トリック名おジミーとなりました。なんだそりゃ。ダイソーのおもちゃドラムでは心もとなく、パワーヒッターの元メタルドラマーバンゾンの一振りであっけなく粉砕しましたので、1回のみでまずは終了だけど、フリースタイルサップドラム、リアルなドラムで絶対実現させてくれよなって期待してくださる方は、ぜひともチャンネル登録、いいねしていただいて、過去の動画をたくさん見ながら今後の動画もお待ちください。 Yes！ なんなら中古のドラム提供してくださる方がいたら連絡ください。なお、淡水湖、河川でサップに乗る際は、乗艇者全員必ずライフジャケットの着用をお願いいたします。またビギナーさんはたとえ海サップでもライフジャケットは羽織るだけじゃなく正しく着用してくださいね。当動画ではリーシュコードを外した状態でトリックメイクする場面が数多く見られますが、周囲の安全を配慮し確認した上で行っております。今回もご覧いただきありがとうございました。Ciao!